日々の暮らしに刺激を求めて不倫を始めた私、ぎこちなくなった家族。私の名前は咲子。10年前に夫の武雄と結婚して子供が生まれたのを機に専業主婦になった。息子の勝は今年の春から小学校に通っている。休日には家族で出かけ、何不自由なく幸せな暮らしをしていた。朝、夫と息子を送り出して家事をこなし、夕飯の買い物に行き、そのうち息子が帰宅する。息子の相手をしながら夕飯の支度をしていると、夫が帰ってきて3人で食卓を囲む。息子の学校であった話を聞いたり、夫の会社での愚痴を聞きながら笑っている。そんな日々の繰り返しで何の変哲もない。自分も仕事をしているときは家族以外との時間もあって刺激があり楽しかった。しかし家計も安定しているのに、今更仕事に復帰する気にもなれない。そんなことを考えていたある日、私は久しぶりに地元の友人 A 子とお茶をした。 A 子も結婚して専業主婦をしている。その時私は衝撃的なことを聞いた。実はここだけの話、私不倫してるんだよね。不倫？そんなことして大丈夫なの？大丈夫大丈夫。夫は全然気づいてないし、私のママ友でも結構してる人いるんだよね。咲子もしてみたら？私にはそんな勇気ないわよ。その日はそう言ってごまかしたが、内心とても興味を持っていた。そして結局 A 子に勧められたマッチングアプリに登録して不倫を始めてしまった。相手は自分よりも5歳も若い男、ワイスケだった。ワイスケと過ごす時間はとても楽しかった。今まで家族のために使っていた時間を自分の喜びのために使う、それがかけがえのない幸せのように感じ、私はワイスケにどんどんハマっていった。不倫を始めてすぐの頃は夕飯を作らなきゃなどと言って別れていたが、それも忘れてワイスケとの時間を優先した。そんな生活を始めて数ヶ月、家族の中に異変が起きた。夫と息子がどこかよそよそしいのだ。またある日、ワイスケと会ってから帰宅して夕飯の支度をしていても、夫も息子も帰ってこない。しばらくして帰ってきた夫と息子は、外で夕食を済ませてきたというのだ。朝そんなことは一言も言っていなかった。それからも私がワイスケと会う日はその繰り返しだった。私は夫たちの異変の理由を考えた。思い当たることは一つだけだ。私の不倫が夫にバレたに違いない。翌日すぐにワイスケと会ってそのことを話した。ワイスケは私の気のせいじゃないかと笑っていたが、私は別れを切り出した。ワイスケは少々迷ったが、なんとか応じてくれた。夫から何か言われてもこれでごまかせる。そう思って私は帰宅した。夕飯は夫の好物のハンバーグにしようと考えながら歩いた。しかし夫はその日、息子がもう寝る時間になっても帰ってこなかった。メールを送っても返事がない。私は気が気ではなかった。夜の10時頃になり、やっと玄関のドアが開いた。私は玄関に急いだ。あなた、お帰りなさい。遅かったわね。玄関に立っている夫を見て、私は途中から言葉がうまく出てこなかった。なぜかというと、夫が持っているものを見てしまったからだ。夫の手には離婚届、そして写真が握られていた。その写真には私とワイスケが腕を組んで歩いているところが写っている。それから私はその場で土下座をして謝った。しかし夫は許してくれるわけもなく、そのまま家を追い出された。私は A 子にある程度の事情を話して、その日は止めてもらえることになった。
翌日私は喫茶店にいた。夫に呼び出されたのだ。夫の隣には知らない男性がいた。夫は世話になっている弁護士だと紹介した。弁護士は早速、ワイスケとの不倫の証拠について話し始め、すべて事実かどうかを私に確認してきた。LINE の履歴もいつの間にか見られていて、否定のしようもなく、私は首を縦に振った。その場で離婚届にサインをした。夫の欄と証人の欄はすでに記入されていた。次に息子の親権の話になった。私は自分が女親であるから、自分が親権を取れるものだと思っていた。しかしそう甘くはなかった。弁護士は証拠写真の横に一枚の紙を出してきた。そこには飲食店での食事のレシートが貼り付けられている。私は背筋が凍るのを感じた。写真の撮影日時とレシートの日時が一致しているのだ。君はマサルの世話よりも不倫を優先した。これが何よりの証拠だ。そんな君に親権を与えるわけにはいかない。俺の仕事が早く終わった日はこうして一緒に食事していたが、どうしても仕事が終わらない時はマサルは食事も取れずにいたんだ。これは虐待としてみなされる。ここでは私も返す言葉は見つからず、結局息子の親権は夫に与えられることになった。面会は息子が望めば定期的にできるらしい。しかし夫も立ち会うとのことだ。不倫による慰謝料は財産分与を放棄することによって支払わなくても済むとのことだが、息子の養育費は息子が二十歳になるまで支払うことになった。独身時代の貯金もなく専業主婦だった私にとってはかなり厳しいが、自分が加害者であるため仕方がない。これで話が終わるかと思っていたら、隣の席に座ってきた男女が立ち上がってこちらに近づいてきた。私が何事かと思っていたら、彼らはなんと警察だという。あなたが関係を持っているワイスケはある刑事事件の容疑者です。警察の言葉に私は驚愕した。もちろん初耳だったからだ。捜査資料としてあなたのスマホを押収させていただきます。代わりにこちらのスマホをしばらくはお使いください。そう言って警察はテーブルの上の私のスマホを取り上げ、代わりに黒いスマホを置いた。そのスマホには俺と警察の番号しか入ってない。サキコがマサルに連絡を取ることは禁止だ。ただマサルが連絡をしたいと言った時は俺がその番号を教える。私は黙ってうなずくことにした。それから自宅はしばらくお前が使えばいい。逃げられたりしたら困るからな。俺とマサルはその間実家で世話になることで話はついている。今日はこれで終わりだ。そう言って夫たちは店を出て行った。私は立ち上がって一礼だけしたが、その後また椅子に座り込んでしまった。次に気づいたのは不機嫌そうな店員に閉店の時間だと告げられた時だった。自宅に帰った。夫と息子の荷物はなくなり、飾ってあった家族写真や息子が描いた絵などもすべてなくなっていた。私は途方に暮れた。翌日からは毎日朝から警察に呼び出された。ワイスケに関することの事情聴取だった。出会いの経緯から会った時の行動すべてに至るまで洗いざらい話すように求められた。記憶が曖昧な部分もあると答えたら思い出すように迫られた。ワイスケとはもう別れて会うことがないことを伝えても、ワイスケがどんな事件に関わっているのかを聞いても無視された。毎日帰宅する頃には外は真っ暗で、私は食事を取る気にもなれず布団に倒れ込む日々だった。
息子からの連絡もなかった。夫に連絡したい、声を聞きたいと伝えても取り合ってもらえなかった。止めてもらって心配しているであろう A 子の電話番号すらわからず、会いに行く暇もなく、どうしようもなかった。私は物がほとんどない部屋を見渡してため息をついた。このようになったのは全て自分の責任だ。興味本位で始めた不倫でこんなことになるとは想像もしていなかった。虚しくなって涙が頬を伝った。息子は元気にしているだろうか。いや、息子の育児も放棄して不倫していた自分が心配する権利すらない。夫に任せておけばきっと大丈夫だろう。今これ以上息子に迷惑がかからないように行動することだけを考えよう。そう思って目を閉じた。